ラムズキューン。どうもドクターラムです。なんでこんなもの着てるかと言いますと、今日はちょっと汚れそうな気配しかしないからね。着る皆様、こちら見たことありますか？勘のいいね、気になる、あっ少ない、気づくと思います。こちらなんだっけ、綿あめの機械です。食べ放題のお店とかよく置いてあるよね、こういう機械は。これを作りたいと思うんだけど、なんか綿あめってザラメっていうちょっと根が粗い砂糖あるんじゃなくて、ちょっと茶色っぽい、あれをここに入れて作るのが割とスタンダードなんですけど、なんとこれは普通にね、こういう飴でも作れるというわけでございます。なのでこの飴を使ってちょっとやっていきたいと思うんですけど、まあこれはねちょっと普通のね飴なんですけど、こういうちょっと変わり種を買ってきました。普通にうまいね、特濃ミルク、これ絶対うまいと思う。これ作ったらオーシャンブルー、多分ねこれねスースーするんだと思う。綿菓子を食べながら喉すっきりしたらいいよねっていうことで、龍角散、この、まあ、4種類だねを使ってちょっと綿菓子作っていきたいなって思います。じゃあまず電源入れてあったかくする。5分待ちます。お、なんかでも赤いぞ、中がヒーターみたいな役割してんのかな、これ熱っ熱っ熱っ。ここに飴を入れると作れるんだって、すごいよね。ボン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 、えげんない。はい、ということで5分経ちましたので消します。でこの回転をしてる時に飴入れると大変なことになるって脅されたので、頑張ります。最初はねスタンダードでいきたいから、この三ツ矢サイダーキャンディーのサイダー、普通のやつを入れようかな。入れてぶち込んで1個でいいんだよね、とりあえず。溶けてる溶けてる、甘っ匂い、ちょっとついてる、すごい、クモの巣みたい。え、甘っ匂い、やばいやばい。え、ねえ外に逃げてく、ね、ゴミができた。なにこれ、ラムの知ってる綿あめじゃないんだけど。食べてみて、これ。いただきます。あんまい、シュワシュワする、酸っぱい、甘いんだけど酸っぱ。ね、一個じゃないよこれ絶対入れるの。じゃあ3つ入れます。次さすがにさっきの飴じゃ満足できないから、私オン、これはさすがにいっぱいできるんじゃない。できてるできてる、あー止まらない、わわ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 わ、どうしよう、できてきた。なんかカマキリの卵みたいのができました。怖っ。でもね、私らはこれがいるんだよ、特濃ミルク、これ絶対うまいって。これこれも3ついきたいと思う、私は。ちょっとでもさっきの三ツ矢サイダーと混ざっちゃいそうな気がする。入れてよし、オン、きたきたきた、なんか違う、
サイドちゃん。あ、帰ってめっこ。できた。うまい。もういい、いらないもう。まあ想像通りの味だよね。しかし私にはこの怖いやつがいる。飴合計7個食べてる。お腹いっぱいになっちゃった。これもう1個ずつでいいから。じゃあこのスースーするやつ入れてみるね。じゃあこれでいきたいと思います。匂いしない。そしてね、私もだんだん拾ってくる。うまくなってんだけど私。できたできた。できました。うわ、なんか匂いしないんだけど。あまり匂いもしないよ。いただきます。うまっ。普通にこの三ツ矢サイダーとか特濃ミルクを通り越してこれがいっちゃうまいわ。ねえ、うんこ拾うみたいに拾わないでよ。やばっ、おばあちゃんの匂いする。うわっ、おばあちゃんが溶けてくる。あ、出てきた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 。え、待って待って待って、待って、おばあちゃん永遠に出てくるわ。どうしよう。うんちみたいな形しちゃった。じゃあ龍角散いただきます。ポッコーム、まっつぇ。食感めっちゃ乙女だよ。でもうわ、超わたあめ。でも最初はわたあめなの。うわ震えた。大人の味やね。あいあい、一番気に入ってんじゃないか。でもかわいい。うわ、うん、本当にそう思ってる。龍角散わたあめにした方が絶対効果あるよ喉に。めっちゃ今もう声出てんもん。ラブズッケン。ほら龍角散の人もし見てたら、龍角散で綿飴作った方がおばあちゃんは喉に詰まらせなくてとてもいいと思います。じゃあ次、龍角散の後にその声出しちゃダメですか。蓋された飴でどうしよう。銀歯みたいになってる。